皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年11月6日水曜日になりましたが、今日ですね、お待たせしましたということなんですが、実は先月のですね、10月3日に ChatGPT の新しい機能としまして、 ChatGPT4O with Canvas というものが追加になっているんですけど、かれこれ1ヶ月経りまして、いろいろ使ってみてですね、分かったこともありますので、今日はこのことについてですね、お話をしていきたいと思います。はい、今日のテーマはこちらになります。ご覧ください。どうぞ。はい、プログラムコードも書けちゃうよという ChatGPT4O の新機能 WithCanvas で文章生成を極める方法ということについて話をしていきたいと思うんですけど、 この機能は現在ですね、有料プランに入っている方が、ベータ版としてテストで利用できているんですけど、いずれはですね、無料プランの方にも開放されるっていう予定になっているので、ちょっと実は待っていたんですね。なんだけど、ちょっと無料プランの提供がなかなかですね始まらないので、ちょっとしびれを切らしてですね、有料版ではあるんですけど、まあ、便利な機能ということで、今日はね、紹介していきたいと思います。はいでは早速なんですが、どんなものかっていうことで見ていきたいと思うんですけど、 はい。チャット GPT 開きますですね。この上のですね、モデルを選ぶとこに、チャット GPT の4 o with canvas っていうのが、ライティングとコードで共同作業するっていうの出てきますね。これなんですよ。ちなみにこれあの、スマートフォンのアプリでは使うことできませんので、まあ、ちょっとね、注意していただきたいなと思ってるんですけど、じゃあこの機能ね、どんなことができるかっていうことでやっていきましょうということなんですね。例えば僕よく使っている例文のでやってみましょうか。こんな形です。 ハシレメロスの読書感想文を800字で書いて。はい、このようなものだったら、今までであればえ指示するとですね、下にタラタラタラって文章が出てくる形だったんだけど、これがですね、ちなみにこれ普通のやつね。普通のやつだったらこういうふうになると思うんですけど、じゃあこれをですね、キャンバスの方にするとどうなるかということでやってみたいと思います。はい、これをですね、キャンバスに切り替えますね。 はい、切り替えましたら、今切り替えてもダメなんですけど、はい、新規作成でえ切り替えた状態で、はい、やってみましょう。はい、800字で書いてとで。これでエンターを押しますと、ですね、左側に出るのと右側に出るのと2つ出るんですね、このように。まああの